こんにちは、ナミさん。今回も動画を送っていただきましてありがとうございます。今回の Q&A はですね、購入代金を支払ったのに暗号通貨コインを、まあ、渡されないことがあるのかってことですけども、これは今の時代はないんじゃないですかね。初期の頃はどこで買えばいいのか分からなかったり、相対があったりとか、まあ、あとね、あの現金で払って、そして、なんですかね、まあ、暗号通貨っていうのがそのバウチャーっていうね、チケットで送られてくる、そのチケットをいろんなプログラミングを介して更新するみたいなことがありましたけども、現在はね、あの認可されているいくつでしたっけ、9つでしたっけね、日本の取引所、これが基本になりますけども、そこにお金を支払うことによって、その暗号通貨の取引所の中で、まあ、カウントが増えるという形でね、購入することができて、あとはそれをウォレットに送るなり他の取引所に送るなり自由自在ということなんで、かなり操作も簡単になってきましたし、反映も早くなってきたんでね、心配ないかなと思います。まあ、ビットフライヤーとかコインチェックをはじめ、国内にあるいくつかのね、9つだったと思うんですけども、まあ、限られた交換所とかね、販売所ではありますけども、そちらの方でちょっと高い手数料を払ってね、購入するのが、まあ、無難だと思います。で、慣れてきましたら海外の取引所も使ってみると、日本語対応しているところもね、結構ありますんでね、まあ、バイナンスというね、ところもありますし、その他さまざまね、ありますんで、インドダックスっていうところが私おすすめなんですけども、そういうところを利用してアカウントを作って、売買をしてみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、海外の暗号通貨の取引所とかっていうのは金融庁の規制は及んでないんですけども、あの手数料がすごく安くってね、使い慣れた方にはこちらの方がよろしいかと思います。その他、日本では買えない暗号通貨も海外の取引所ですと結構買えますんでね、ほとんど買えない通貨はないってことなんで、まあ、本当にね、初心者の方は日本のそういったサービスを使うといいと思いますけども、慣れてきたらね、少しの金額から海外の取引所にも慣れていくってことをしなければ、まあ、暗号通貨というのは基本的にワールドワイド、英語が使えなければ使えないと思った方がいいですよね。日本語しかダメですよって方はね、結構その利益のチャンスを失うと思いますし、それからやっぱり業界全体が見えてこないんでね、私はまあ多少英語の不安はあるけれども、多少なんか失点というかね、ミスる可能性はあるだろうけども、ここは自分を成長する意味でも、日本の取引所を3つ4つ使ったら1個は海外の取引所を贔屓にするところがあってもいいんじゃないかなと思っております。特に体のエイダーを使っている方はね、日本の取引所で自己完結することはできませんので、まあ、ぜひね、海外の取引所をご検討いただければよろしいんじゃないですか。ビットトレックスってところもありますしね、それからまあバイナンスってところもあるかもしれませんし、まあ、インドダックスというね、東南アジアの取引所もあります。それぞれ特徴がありますので、よく調べて自分の責任でやってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、ナミさんの動画もね、参考になりましたので、こちらの方もご覧いただければと思いますので、動画概要欄に貼っておきます。それでは本日は以上です。ナミさん、また次回の動画もよろしくお願いします。